おはようございます。インセルです。今日はね、月曜日で、昨日、ちょっとね、バイト頑張って、今日はね、今日もバイトなんです、本当は。職場に電話して、休みましたね。半分ずる休みで、半分本当みたいな感じで、以前言ってた、ちょっと、精神疾患ではないと思うんですが、不安障害じゃないかって言われて、アドバイス、コメント欄で受けて、やっぱそうなのかなみたいな、感じで、とにかくね、サボって休むような、性格じゃないと、私は、そこはちょっとある程度自信を持って言いたいんで、ちょっとそれでも、そんな私も気分が見入れなかった、気分が乗らなかったというか、仕事行く気がどうしても起きなかったっていうのがありまして、そういう感じで、その朝のうちにちょっとね、心療内科も行ったんですが、この間行った時に。以前ほどちょっとね、あんまりその行かなきゃという使命感はなかったと言いますか、以前は本当にもう、初めてなんかもう、わーってなったんでね、そういうことがあって、もう行きたいって気持ちだったんですが、今は、今日ちょっと行った時はもうなんか、病院の中には入ったんですが、クリニック。ちょっとなんか引き返してしまって、もう診療する勇気もなかったのか、それとも、そんな受けるほどでもなかったって自分で判断したのか、ちょっとそれはわかりませんが、多分後者だと思います。ちょっともしかしたらやっぱり甘えの部分もあったというか、自分で、なんでしょうね、自分でなんかその、ちょっとね、いらんことばっか考えすぎてしまって、なんか、ちょっと気がね、気落ちしただけかもしれないんでね、というわけで、ちょっと本当にずる休みになってしまったんですが、これでちゃんと心療内科行って、ちゃんと診察受けてればね、ある程度、ちゃんと休んだ理由にもなりますが、ちょっとね、ずる休みだと思います。なんですよ、ちょっとどうしてもなんかもう、なんか疲れてと言いますかね、ちょっとすいませんね、また明日から、ちょっと真面目に、頑張りたいと思います。でですね、もう一つちょっと、報告がありまして、去年半年ぐらい前に、その実家がなくなるって話しましたが、今ちょっと2月入ってから今年の、買い手がつきまして、でとうとう本当にもう2月中は大丈夫だというそのメールが親からあったんですが、ちょっともう最後の最後、本当に帰っておかなきゃなと、実家最後。もう前も言いましたがね、ずっともう実家、競売、買い手がつかなかったらいいのにって思ったぐらいですからね。実家、自分で、先に離れましたがね、多分家族の中で一番実家に執着したのも私だと思います。ましてや、長男なんでね、守るべきだったんですがね、私はこんななりなんで、どうしてもちょっと無理だったという感じで、二重の意味でちょっと悔いが残るかなと、仕方ないんでね、でも、どうしてもね、実家があったとして、ずっと実家にちょっとね、固執してた可能性もあるんでね、ちょっと自分を擁護する形でなってしまうかもしれないですが、本当はね、本当にちょっとその守るべきだったんですけど、実家は私が。一番実家をね、好きだった、家族で多分好きだったと自負してるんで、なおのこと、ちゃんとすべきだったなと。もう一回だけね、ちょっと次、なんですね、次ちょっと実家帰る動画になると思いますが、あさってちょっとまた休みなんで、本当の、その時にちょっとね、実家と、その実家寄ったついでにどっか、徘徊行こうかなと思ってるんですが、とりあえずそういう感じで、よろしくお願いします。というわけでした。ありがとうございます。